ロート製薬株式会社は、大阪府大阪市行の区、辰美西に本社を置く日本の製薬会社である、東京証券取引所の第一部に上場。前身の新天堂山田安民薬房は1899年に創業。現在は胃腸薬や一般向け目薬をはじめとする、一般用医薬品やスキンケア製品を主力商品としており、 医療用医薬品には一切参入していない。さらに、グループ企業として、アメリカ合衆国のメンソレータム社を参加に置く。主力の一般用目薬では、トップシェアを誇る。大阪市生野区、辰巳西と三重県伊賀市の2カ所に工場を設置している。研究所が、本社、伊賀市、京都府木津川市の3カ所にそれぞれ所在する。また、大阪市北区内。 深町のグランフロント、大阪内に梅田オフィスを置いている。コーポレートスローガンを含む、ロートという名称は、ミュンヘン大学の教授アウグストフォンドートムントから、付けられた。また、属説として、両口式天安瓶の発明のもととなったと言われる、逆三角形の注入器具である、ロートから取った名称という説、胃腸薬、パンシロンシリーズに含まれている成分の一つである、ロートネが、 由来という説もあるが、いずれも誤りである。振動止め薬の広告現在の V ロート。新 V ロートと同じ容器になっている。現在の V ロートクール。V ロートと同様、新 V ロートと同じ容器になっている。発売当初の涙ロート。パッケージのウィンドウには涙の形を採用している。新 V ロート EX の中身が多く入った。新 V ロート EX 大容量。 現在の新 V イロートにも設定されている正式な車掌は山田安耳役棒の創業から使用されているものが別に存在する赤い丸の中に四方の山形を白くあしらい中央に日の丸とアルファベットの A を配して山田を中小化するとともに薬棒は薬棒として従業員は従業員として日本一を目指すという意味が込められているこの車掌は ロート目薬や初代パンシロン、初代 V ロート等の外箱にも表記されていた。初代のロゴマーク、R の斜め棒が後のオートを包んでいる。二代目のロゴマーク、いわゆるダブル R シンボル。現在の番組日本テレビ系 TBS 系、富士テレビ系、テレビ朝日系テレビ東京 KBS その他,他、過去の番組現在一つのブランドで製品ごとに CM 出演者が異なる場合がありますので、その場合には具体的な製品名を含めて記載をお願いします。など、過去など。ロート製薬のミニ番組を除く一社、提供テレビ番組では番組開始時にロート製薬社屋の白いタワーに鳩が舞い、社屋前景が映し出されるオープニングキャッチが放送されていた。これは1962年の私は、 ナンバーワンから2010年のスマップスマップまで48年3ヶ月間にわたって使用放映されていた。これまでに映像は4台、BGM は3台にわたり使用され合計8バージョンが制作された。この白い鳩は実際にロート製薬で飼っていた鳩である。餌の時間になると CM のように集まる。最後に登場する。 社屋前景の映像は1962年、現在の風景であり、使用終了まで一貫して変えることなく使用された。実際は、本社社屋の手前に映っていた池は駐車場に変わり、後方にも高層建造物が隣立しているなど、映像の風景とは大きく様変わりしている。オープニングキャッチで流れる曲、ロート制約テーマソングについては、紙のも見知らぬ街角やジャパン、 ジャパンオンドなど、関西初の CM ソングを多数手掛けてきた、津野洋二が作曲を手掛けた。この曲は、ロゴソングであり、正式な社迦は、2004年制定の、ハッピーサプライズ、喜びっくりの歌である。2015年に制作された、子供用目薬とアニメ作品、妖怪ウォッチとのコラボとなる、PR アニメ、やってはいけない、ワルニャン講座では、 冒頭でこのオープニングのパロディが使われた。ロート製薬が目薬発売111周年を迎えた2020年から放送されている V ロートプレミアムシリーズのテレビ CM には、目薬はロートというフレーズとともに、かつてのオープニングキャッチを連想させる演出を採用。原稿バージョンのロゴが入った白いタワーの上にハトが、舞うデザインのマークや、 ロート制約テーマソングのピアノ独奏バージョンが使われている。初代本社社屋前にて撮影。1965年からカラー制作となり、1976年1月からは番組のタイトルロゴも最後の部分に表示された。同時にステレオ放送に切り替え、1988年10月から1989年1月7日までは、 昭和天皇の病状悪化に伴い、オープニングキャッチが自粛。1989年6月から2代目ロゴに変更されるなど、3度のマイナーチェンジを繰り返しながら、31年の長期にわたり使用された。2代目このバージョン以降は、アニメーションと CG 制作となり、ラスト5秒のみ実写という構成。BGM が2代目のものにリニューアルされ、歌唱は、 大阪パフォーマンスドールが担当。1996年4月16日にスタートしたスマップスマップも最初の半年間だけ2代目のバージョンが使用された。3代目この代以降は使用番組がスマップスマップのみだった。映像こそ2代目と同じだが BGM がスマップスマップ専用にリニューアルされた3代目のものに変更された。 2001年8月27日放送分は稲垣五郎の不祥事に伴いオープニングキャッチの使用が自粛。その後、2002年11月4日放送分からは26年間続いた番組タイトルの表示が廃止され、1975年以前と同じ体制に戻った。4代目 BGM は3代目と同じだが、ロゴマーク部分は3代目のものに変更。 2005年7月からは、最後に白い歯とマスコットキャラクターのロッ・フトシ・ロッチーが登場し、提供クレジットが表示されるパターンに変更。企業スローガン、喜びっくり製薬会社も追加された。マスコットキャラクターのロッ・フトシ・ロッチーの立ち位置は固定で、ロッ・フトシは左、ロッチーは右で、ポッポロートは必ずロッ・フトシの手に止まるようになっていて、 ポッポロートはロッチーの手に止まることはない。また、2006年10月より映像が HD 化され、HD 制作版がオープニングキャッチの最終版だった。2009年4月27日放送分は草薙剛の不祥事に伴い、オープニングキャッチの使用が自粛。ありがとうございます。